ドラえもんが何とかしてくれると思った。これは親子を殺害し、その遺体を押し入れに隠したとある殺人犯の言葉である。今宵紹介するのは、今から25年前、山口県で起こった光氏母子殺害事件。皆さんどうも、キキョウと申します。最近ブラッシュアップライフってドラマを見たんだけど、久しぶりにあんな面白いドラマを見ました。まあドラマ自体もほとんど見てないんだけど、いやーよかったなー。ちょっと話したいから、ネタバレが嫌な人は今から30秒ぐらいスキップしてください。そもそも人生を繰り返すっていう設定が、自分だったらこうするっていう想像もできて楽しいんだけど、主人公であるアーチンの人生で一周目からずっと頭の良かったマリリンが幼馴染を助けるために一人で戦ってたって分かったとことか、泣けたよね。ちなみに僕が一番好きなシーンは、子供時代アーチンとマリリンが再会して、お互いが5周目と6周目なのをジェスチャーで伝え合うところかな。あそこエモすぎる。ただあれを見て自分ならこうしたいって思うことがあるなら、それを今の自分の人生でやるべきなんだよね。という大切なことに気づかせてくれるとても素晴らしいドラマでした。というわけで、そろそろ本編に入りたいと思います。山口県で起こったとある殺人事件、そこには懸命に戦い続けた遺族の姿がありました。光氏母子殺害事件について見ていきましょう。壊された日常。1998年、広島県内の大学に通っていた一人の男性がいた。彼は当時22歳の本村博さん。昨年遠距離恋愛をしていた彼女と学生結婚をした彼は、この年大学を卒業して就職をすると、第一子となる娘が生まれたのだった。するとその2ヶ月後、仕事の関係で山口県に移住することになり、本村さんと奥さんと娘ちゃんの3人での新生活が始まった。そう、そんな幸せな日常がいつまでも続いてゆくはずだったのだ。だがこの翌年の1999年4月14日、その最悪の事件は起こった。この日の14時30分頃、奥さんが娘と二人で過ごしていると、自宅のインターホンが鳴り、そこには作業服を着た若い男性が立っていた。するとその男は、現在排水の検査を行っていると説明し、自宅に上がり込んだのだった。だが、これは真っ赤な嘘であり、この男、福田隆之は、はじめから交換を行うことが目的であった。そのため、この日福田は、自分好みの主婦を探し、様々な部屋の呼び鈴を鳴らしては、相手を物色していたという。いや、キモすぎる。そんな彼がターゲットにしたのが、本村さんの奥さんであった。こうして自宅に侵入した福田は奥さんを殺害し、その遺体を死にしたのだった。さらに泣き声がうるさいという理由で赤ちゃんの命も奪った。クズすぎる。その後彼は遺体を押し入れに隠し、財布などの金品を物色して本村家から立ち去ったのだった。そして夜の10時頃、仕事を終えて帰ってきた本村さんは、愛する二人の変わり果てた姿を発見することとなる。この事件、犯行のわずか4日後には、山口県警が犯人の福田を逮捕している。だが彼の年齢が当時18歳であったことから、その後の裁判で大きく争われることになったのだ。そう、ここから遺族である本村さんの長い戦いが始まった。遺族の戦い。山口県光市で起こったこの殺人事件、検察は裁判で死刑を求刑したのだが、犯人の福田が未成年であったことから、
更生の余地があるとしてないやろ。第一審で無期懲役の判決が下された。これに本村さんは絶望し、死刑にならないのなら犯人を早く刑務所から出してほしい、私がこの手で殺しますと煮えたぎる胸の内を涙ながらに語った。遺族だって回復しないといけないんです。被害から人を恨む、憎む、そういう気持ちを乗り越えてまた優しさを取り戻すためには死ぬほどの努力しないといけないんです。すると本村さん同様、家族を殺人事件で失ったという遺族の方々から連絡が入り、本村さんは彼らと全国犯罪被害者の会、通称明日の会を設立したのだった。そして署名活動などの被害者の権利を訴える活動を行っている中、次の大きな裁判が始まった。この頃福田はこのようなふざけた内容の手紙を友人たちに送っており、全く反省していなかったことが伺える。だが二審の広島高裁での判決も一審同様、死刑ではなく無期懲役であった。しかし本村さんはひたすら明日の会の活動を続け、この頃には39万人以上の署名が集まっており、当時の総理大臣である小泉純一郎氏にも直接その思いをぶつけたりしていた。すると事件から5年後、国会で犯罪被害者基本法が成立され、その後開かれた裁判でも最高裁は犯人の残虐さを総合的に判断すべきであるとして裁判を広島高裁に差し戻したのだった。差し戻しってのは判決に問題があるから裁判をやり直しなさいってことだね。うん、そうじゃ。言うことないなら出てこなくていいよ。ごめん。するとこの状況で福田の弁護士が代わり、その弁護士は福田に殺意はなく、口を塞ごうとした際誤って首を絞めてしまっただけだと、そのように主張を変えた。また福田本人も、遺体を押し入れにしまったらドラえもんが助けてくれると思ったという意味不明な証言を始めた。おかしくなったふりすんな。するとこの言動が裁判官には反省していないと取られ、2008年4月22日、福田隆行についに死刑の判決が下され、その4年後の2012年、裁判所は福田の上告を棄却し、刑が確定したのだった。その後の会見で本村さんは、自分を支えてくれた刑事さんがくれたとある言葉を胸に、長年戦い続けていたと話した。最後にその映像をご覧いただこう。天網開会、クソにしてもらさず、いくら裁判で君が望む判決が出ないことがあろうとも、君が不合理と思うようなことがあろうとも、天はきちっと見てて、悪い人はその網から漏らさずに必ず捕捉して罰を与えるという言葉を与えてくださいました。でずっとその言葉を胸に抱いてこれまで来ましたし、今日も最後裁判が終わった後に、あの刑事さんが私に言ってくださった言葉は本当だったなというふうに改めて思いました。はい、どうだったでしょうか。結婚してこれから幸せな家庭を築くって時にこんなの耐えられないよね。でも落ち込む暇もなく、そこから裁判で戦い続け、最終的に国まで動かしたんだから、本村さんは本当にすごいと思うよ。それまでは裁判で遺族の傍聴席があらかじめ用意されていなかったから、マスコミが席を占領することがあったり、被害者の遺影を傍聴席に持ち込むことも禁止されていたんだけど、そういうのが今では変わったもんね。ただ実はそこまでの思いをして死刑を勝ち取ったのに、2024年現在まだ刑は未執行のままなんだ。
法律では基本的に刑が確定してから半年以内には執行するものだって書かれてるのに、結局法務大臣がサインをしなかったら何十年でも生き続けられるんだよね。これにサインをしない法務大臣は僕は職務怠慢だと思うし、大臣をする資格はないと思います。ただ以前、鳩山元総理の弟さんだったかな、死刑執行の書類にたくさんサインをしたら某新聞社から死神って書かれたことがあったんだよね。そういうメディアの体質にも大きな問題があると思うんだ。というかなり真面目で難しい話になったけど、ここまで見てくれてありがとうございました。女性の皆さんは知らない男性が訪ねてきた際にはくれぐれもご注意ください。